ルは美味しいスタンチエンパオを紹介したいと思います。そろそろ着くかと思うんですけれども、着きました。ここです。はい、ここのスタンチエンパオがめっちゃ美味しいんです。買ってきました。かわいい。こんなかわいいスイチエンパオ初めてなんですけれども、実はですね、私も初めてで、これすごい美味しいらしいです。少し値段は張るんですけれども、はい、結構ボリューミーなんですよ。こんな、あ、すごい汁が垂れてます。すごいジューシーなんですね。なんかあのスープを先に飲んでから食べると美味しくいただけるらしいので、ちょっとやってみます。うん、あ、美味しい。何これ。あ、これちょっと屋台で売ってるスイチエンパオとまた味が違うんですね。生地もしっかりしてて歯ごたえがある感じですね。うん、美味しい。レストランの味ですね。見えますか。なんか汁がどんどん垂れている感じで。高級レストランの味っぽい。なんかいい感じ。すごい美味しい。とにかく肉汁がやばいです。どんどん垂れてくるんですけど、これでも一人6個は結構お腹いっぱいになります。うん、うんうん、美味しい。本当はすごい人気で、あの予約をしてないと待たなきゃいけないんですけど、今日はちょっと平日でラッキーだったんですよね。ちょっと待たずに買えたんですけれども、もう本当に可愛いんです。ごまが振ってあるんですよね。でネギも上に乗っかってる感じで、すごい可愛らしいスイチエンパオなんですけど、2個目いただきます。今噴水のように飛びましたよね。やばい、なんだこれは。これ失敗例です。余裕に噛まないようにって言われたんですけど、忘れちゃって普通に噛んだ。噴水のように飛びましたよね。こうやって食べちゃいけないんです。すいません、忘れてしまいまして、服についちゃいました。あー、もうまず汁を吸うんですよね。うん、食べます。うん、おいしい。やばい、お肉がたっぷり入ってます。もうとにかく肉汁がすごいんですね。おいしい。あ、もう美味しかったです。そんな感じで今日は美味しいスイチエンパオを皆様にご紹介しました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してください。